はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日もね、紅葉ネタなんですけども、また ZV-E10 を持って紅葉に出かけてきました。で、レンズはね、このタムロンの1770ですね、F2.8 同士のレンズ。これをね、今回はつけていきました。まあ、これつけた理由としては、まあ、少しでもね、望遠側を稼ぎたいのと、あと F2.8 同士っていうところで、まあ、もみじなんかをね、ぼかして撮りたいなと思って持っていきました。あとね、手ブレ補正が結構強力に効きますので、まあ、それもあってね、今回はこのシグマの1850ではなくて、こちらをつけていきました。で、あとフィルターもね、これ CPL フィルター。またね、動画内で説明するんですけども、これ回すと反射を防ぐことができます。紅葉とかのね、光の反射を防ぐことができますので、紅葉なんか撮影するときはね、これおすすめなんですけど、また後からね、映像内で説明します。はい。ということで、ね、前回はね、フル HD だったんですけどもね、京都の動画は。今回は 4K30p で撮って、あとはね、フルオートにしています。動画モードのお任せオートですね。で、手ブレ補正はアクティブ補正と、あとはね、レンズ、こっちのね、レンズの補正も結構効くので、クロップをね、させたくないときは、スタンダードにしています。で、よくね、Vlog とかで、ジンバルとかね、シューティンググリップ使ってますかっていうふうに聞かれますけども、僕は基本的にね、作例とか撮る以外は、ジンバルは使いません。多分です。基本的には使わないです。こういったね、もう簡単な Vlog のときは、もう手持ちで全部撮っていきます。で、シューティンググリップはもうほとんど使ったことがないです。はい、という感じですね。なので今回も全部手持ちで撮っています。はい、それではね、今回は兵庫県神戸市の有馬温泉の近くにある、もう紅葉の有名な名所なんですけども、瑞鳳寺公園というところに行ってきました。それではどうぞ。今日は有馬温泉の瑞鳳寺公園に行きますので、谷上駅で乗り換えて神戸電鉄の有馬温泉方面へ乗り換えします。有馬温泉駅に到着しました。有馬温泉駅に到着したので、今からね、歩いて瑞鳳寺公園に向かおうと思います。はい、今日のカメラはね、 ZV-E10、 また ZV-E10 できてます。で、動画はもう全部ね、フルオートで撮っていく予定です。はい、有馬温泉のなんか有名な橋が見えてます。で、今日のレンズはタムロンの 1770F2.8 をつけています。アクティブ補正とレンズの手ブレ補正使い分けて撮っていこうかなと思ってます。ネネの像という像がありますね。中で設置されてますね。なんかアートみたいなのが設置されてます。結構ね、紅葉もね、見頃そうなので、瑞鳳寺公園もね、ずっとこれを登っていったところにあるので、ここはね、20分ぐらい歩くんですけども、登っていこうかなと思います。有馬温泉駅からね、歩いてきて、まあ、5分ぐらいですかね。で、今度こちらを登っていきます。窓の形が可愛い。有馬温泉のね、瑞鳳寺公園到着しました。紅葉すごい見頃ですね。昨日のね、雨で紅葉が散ってますけどね、かなりいい感じになってそうですね。こんな感じで、ちょっとね、門をくぐって
公園内を散策しようと思います。今日はね、PL フィルターをね、つけてきてるんですけどね、こんな感じで反射を消すことができます。で、PL フィルター回す、これは通常です。で、回すとこんな感じで反射が消えてしまいます。 CPL フィルターつけてるんですけども、こうやってね、紅葉も反射を防げることができます。回すと色が鮮やかになります。こんな感じですね。すごいですね、ここ紅葉がめっちゃ落ちてます。風も今日は強いんですけどね、全体的にはこんな感じで、ちょっとね遅かったかもしれないですね。昨日の雨で結構落ちてしまいましたね。今ね、温泉が湧いてますね、ここ。はい、いかがだったでしょうか。このレンズ使って ZV-10 とね、このレンズの組み合わせどうだったでしょうか。まあ、結構ねやっぱり重たいんですけどもね、この ZV-10 との組み合わせだったらね、まあでもね 35mm 版換算で 25.5 から 105mm でね、 F2.8 同士というね、そして手ブレ補正内蔵ということで、
結構ね、レンズ1本でいきたいっていう時にはね、このレンズすごいおすすめです。まあ、フルサイズのレンズでいうね、有名な24-105のね、F4 同士っていうのがあるんですけどもね、小三元ズームの一つのね、まあ、それとね、言ったら同じような感じのレンズになります。まあ、F2.8 って言ったらね、ルックサイズで換算すると大体 F4 ぐらいのボケ感になりますのでね、まあ、便利ズームとしてね、これ僕結構おすすめします。まあ、これ両方、シグマとね、迷われてる方多いと思うんですけども、まあ、僕の使い分けとしては、まあ、普段使いはこっちかなっていう感じです。街中のね、スナップとか撮るときは結構もう軽いので。で、レンズ1本だけで行くってなったら、これ持っていくこと多いです。はい、そんな使い方をしています。はい、ということでね、今日はね、この ZV-10 とタムロのね、1770を使って Vlog 神戸の有馬、瑞鳳寺公園に行ってきましたという動画でした。それではね、またいろいろね、京都の紅葉とかもまだ撮ってきていますので、また引き続き動画を上げていきたいと思いますので、またよかったら次回の動画でお会いしましょう。それでは。